Fire タブレットで Kindle Unlimited の使い方、本の探し方。Kindle Store 画面。Kindle Unlimited 読み放題。Kindle Unlimited 読み放題の画面になりました。メニューからストアトップに戻る。Kindle Unlimited 読み放題。Kindle Unlimited 読み放題の画面になりました。Kindle Unlimited 読み放題の画面。Kindle Unlimited 読み放題のタイトルをタップ。利用中の本を確認できる。利用、終了の操作もできる。別の方法をやってみます。Kindle Unlimited My Book を表示。契約内容と利用中の本を確認できる。利用終了の操作できる。利用できる本は10冊まで。利用を終了すると他の本を読むことができます。Kindle Store 画面。Kindle 本。ジャンルの一覧が表示されます。ジャンルを選ぶ。このカテゴリーのすべてのタイトルを表示。フィルターをタップ。別ウィンドウが開くので、Kindle Unlimited をタップ。Kindle Unlimited 対象本だけの表示になりました。プライムリーディングに絞り込むこともできます。Kindle Unlimited は月額980円で読み放題。プライムリーディングは Amazon プライム会員なら読み放題。本を選ぶ。下のボタンは買う。有料購入ですので、タップしないよう注意。
本を読むことができます。ライブラリーにも入っています。チャンネル登録お願いいたします。この画面の丸いアイコンをタップするとチャンネル登録できます。